みよみこそばでご飯行ったんだけどさ、ご飯行った時にさ、プレゼントもらっちゃったんだよね。なんかみこちが買い物してるってことだけはしてたんだけど、帰り際にこれそばちゃんプレゼント、いいなーって言って、で開けたら可愛いお洋服が入ってた。なんかミオシャと一緒に選んでくれたらしい。もう家帰ってすぐその服着て写真送った。めっちゃ可愛くて、その服が可愛いみたいな、こういうのめっちゃ探してたよって。そしたら来たらミオちゃんとかも、うん、ここまでなんか着こなしてもらえるとなんか我々も誇らしいですなみたいな声が入ってきて笑った。なんかさ、ミオちゃんとかさ、ミコチビさ、なんかてか特にミオちゃんなんだけど、人に似合うものを選ぶのが上手すぎて。ミコチありがとう。次はスバルがミオちゃんとなんか選んでミコチにプレゼントしたいな。何がいいかな。そうだから、スバルは次の現場にあれを着てく、草友の絆だってさ。石もいいけどさ、お洋服もらったから、みこちってどんな服が好きなんだろう。みこちでもなんか結構女の子みたいなフリルのついた服似合いそうだよな。なんかそういうのを探しに行くかね。スバちゃんとみおちゃんとご飯とか食べに行ったんだけどね、昨日。でね、スバちゃんにね、誕生日プレゼントちゃんとあげてなかったから、草にしかあげてなかったですから、みおちゃんと最初に合流してたのね。でスバちゃんが後から合流みたいな感じだったから、2人でお洋服屋さん行って、スバちゃん誕生日プレゼント買おうかなって言って、ワンピースとかにすればーってみおちゃんが言って、ワンピースって、なんか人のね、プレゼントにさ、お洋服とかって買ったことなかったからさ、みこ。どうしよう、迷うなとか言って、めっちゃ迷ったの。なんかいろんなお店見たんだけど、スバちゃんに、どれが似合うかなって、みおちゃんにいろいろ聞いて、いろんな階の洋服屋さんを回ったんだけど、結局わからず、最初に見たお店まで戻り、買うなどしたんだよね。でもね、あげたらさ、帰ったらすぐにね、多分来てくれてね、写真送ってくれてね、嬉しかった。可愛かったわ、スバちゃんのワンピース姿。